今日はこちらの紹介ですね。4月じゃないや、3月にボックス同時にいろいろ発売されてるんですよね。サプライ系が。その中の一つっていうか二つ買っております。っていうのが、ゆえまフェスで、まあ小学生限定大会なんですけど、うちの息子のレン君が優勝したので、まあ買ってあげるよっていうかね。そういうご褒美じゃないですけど、そんな感じで買っておりますので、こちら今日紹介しようかと思います。まずはね、リュエルマスターズダブルデッキケース、こちら見ていきます。で、開封したところですね、ダブルデッキケースっていうことだけあって、あのちょっと大きいんだね、ダブルデッキケース。何回言ってんの。んで、実はこちらが104枚収納可能っていうことは、104割には52枚の1デッキ52枚、収録、入れることができるので、こちらが あれだよ超ガチャレンジ対応なのかな。52枚になるじゃん、40+12で、うん、なんでガチャレンジデッキ対応待てよ、チョモラマッチョ、チョモラマッチョじゃない、チョモラマッチョ、なんだっけこいつ、フジヤマン出てなくないクソ出なかったねボックス。まあまあこんな感じ。そうなの、あれこれもで、あこれあれかデッキのもんか。まあこんな感じでですね、仕切りがこれ、これなんだっけ忘れたこんな感じですね。なんでまああのプロテクター付きで104枚収納可能なんで、まあまああのいいんじゃないかな、ガチャレンジデッキ用にね。こうしよっか。はい。そんで、こちらのカードプロテクターですね。こちらが、こちらはスタンダードのやつか、今まで通り42枚ですね。ジュラゴンガンマスターの、カードプロテクターです、ね、プロテクト、スリーブですね。こちら500円で、こちら600円。スリーブの方が高いですよね。はい、裏シルバーの仕様になっております。これでね、あのジョーカーズのガチャレンジデッキかなあの組んでみたいなと思うんで、珍しくねこういうの、あのスリーブってあんまりうちの息子のレンク欲しがらないあんまり欲しがらないよね、うん、けどこのデッキケースとこれは欲しがったんで、まああのデュエマフェスね優勝したしいいかなと思って買っちゃいました。甘いっすね。甘いっすね。たまには自分で買ってね。まあ、あの、ジョーカーズのね、ガチャレンジデッキ、組んで、これでね、組んでみたいと思いますというか、たまには自分で組んでね、デッキ。まあ、かっこいいね。かっこいいからいいか。カードプロテクトもね。はい。っていう感じです。じゃあ、以上です。